どうもこんにちは。今回はですね、IKEA のタオルスタンド、こちらのご紹介をしていきたいなと思います。なぜですねタオルスタンドなんだと思われる方もいると思うんですが、以前ですね動画の中でシューズラックというのをご紹介しました。でそれを買ったついでにですね、実はこちらも買ってまして、シューズラックとはですね使い方を変えるためにこちらのですねタオルスタンドも購入してました。まあ早速ですねこれをちょっと見ていきましょうか。このタオルスタンドなんですけども、こんな感じで収納することができます。こんな感じで折ってるんですけども、まあ、こう広げてですねこんな感じで使うタオルスタンドになります。まあ、こうしてもいいですし、逆側もできますね。こんな感じにもできます。でここがね伸縮式になってまして、まあ、ある程度の大きさにね広げることができます。まあ本当タオルスタンドですよね。でこちらのタオルスタンドなんですが、ここからですね、この端っこですね、端っこからこの端っこまで一番短い時で大体ね38センチぐらいあります。38センチあるんですけども、ここも大体同じぐらいかな、確か38センチだったと思います。ここも同じですね。でこちらも当然同じ感じで、こういう風になってるんですけども、まあこれ普通にね家で使う時はタオルかけたりもできるんですが、それとは別にですね、こういった横にね棒が這わせてあるので、まあ、これでですね収納棚を作る方が結構いらっしゃるみたいです。まあ、それを見かけたんでですね、これも僕もやってみるしかないということで、今回はねこれを2つ購入しました。はい、ということでもう1個ですね、これがまず1個あって、もう1つ用意しました。まあもう単純ですよね。こんな感じで置いて、この上に木を置くだけです。もうほんとこれだけです。なんかそれっぽい棚になりますよね、これだけでも。で幅としてはですね、これ、ここが38センチ、38センチで切ってもらってます。で横幅ですね、横幅は100センチでとりあえず作ってもらいました。でこの板はですね、特にまだ塗装とかはしてないんですけども、ホームセンターでですね 900×1800、厚みが 11.2 だったかな、その板を買ってですね、ホームセンターで切ってもらったものになります。一応ですね、ここの間ですね、この間を開けたくて、まあ1メートルという感じでやったんですけども、まあ、この2つがですね、こうピタッとくっついてても90センチあれば十分いけるかなという感じです。でこれをですね、一応買ってた理由としては、僕ファミリーキャンプもやるんですよね。でファミリーキャンプもやるんだけど、先日ですね、動画でお伝えしたシューズラック、あれに関してはですね、完璧にもうソロキャンプ用のものになってしまうので、まあ、ファミリーキャンプをやるときにですね、もうちょっと広いものが欲しいなということで、まあ今回ね、棚になればいいなということで、これを購入してます。でね、実はそれだけじゃないんですよ。今回はですね、プラスして、こういったね、バスケットも購入しました。これもね、IKEA なんですけど、値段とかね、名前に関しては、今テロップで出そうと思います。忘れちゃいました。まあとりあえずね、これどういったことができるかというと、ここありますよね。ここに、要は天板を引っ掛けるという作りになってます。なので、まあ、これ天板ありますよね。ここに、こんな感じで引っ掛けると、まあ、ちょっと重さがあってもですね、ここがちょうど、なんていうんだ、テコになってるので、まあ、重すぎたらちょっとまずいですけどね、あんまり重くないものであれば、ここに十分掛けることができます。一応ですね、このスタンドを2個買ったっていうことで、このね、バスケットも2個購入しています。こんな感じでね。はい、こんな感じでですね、僕はこういったスパイスボックスを使ってるんですが、普通のテーブルにね、置こうと思うと、まあどうしても場所を取ってしまうんで、置きづらいということがありました。ですが、こんな棚があればですね、まあこういった大きなものも割かし乗せやすいんじゃないかなと思います。まあちょっととりあえずいろいろ乗せてみましょうね。さあどうでしょうか。最近ねスパイスボックスの中身を整理できてないんであれなんですけども、
だいぶ置けますよね。これかなり余裕持って置いてますけども、ま、上の部分にはですね、すぐ出したいようなもので、下の部分には例えば大物、ポータブル電源とかですね。で、このバスケット部分には例えばキッチンツールだったり、あとなくしがちですよね、手袋、こういったものを置いておくとか、こういったポールを利用してですね、ティッシュ置き場にしてみるとか、そういった使い方ができるようになってます。あとはですね、上の板につけるんじゃなくて下の板にね、バスケットをつけると、まあこういった感じで取り付けることもできます。まあ、とにかく板に取り付けられるので、まあ汎用性は高いですよね。でこれね、いいところとしてはもう一個ありまして、お察しの通りですね、アレンジが可能になってます。ちょうどですね、合うような木がなかったんで無理やりはめ込んでますが、これね、横幅がね、44センチぐらいあれば、こうちゃんと開いてもですね、しっかりと収まってくれるような感じになると思います。これね、横幅が40センチなんですよ。なのでちょっとこういうふうにすぼめて使ってるような感じになりますが、まあ、こんな感じでですね、だいぶ広く使うことができます。まあ、どうしてもですね、ファミリーキャンプとか行くと、こういった食器類とか、まあ、こういったものとかですよね、ソロキャンプじゃいらないようなものもね、増えてきてしまうんですよね。まあ、そういった時に、まあ、こういった折りたたみ式の結構楽な組み立て式のラックがあれば、だいぶね、キャンプもしやすくなるんじゃないかなと思います。あとはこういった使い方もね、悪くないかもしれません。本来のですね、タオルスタンドのような使い方、まあ、こんな感じでですね、普段こういったハンガーとかってね、なかなか用意できないですよね。こういったラックがあるとね、本当使い勝手がいいなと思います。そしてまあアレンジとしてですね、例えばこういったもの、ダイソーのですね、ハンガーフックですね、これをね、付けられるかどうかやってみましょうか。まあ、こういったフックをですね、使っている方結構いらっしゃると思うんですが、おお、バッチリですね。はまります。まあ、これがはまるということはですね、まあ、例えばシェラカップ、シェラカップもぶら下げられますし、こういったナイフとかね、こういったものもぶら下げることができます。まあ、こうやってですね、100均グッズを使ってさらにカスタムすることができると考えると、かなり面白い製品なんじゃないかなと思います。まあ、本来の使い方とはね、全然違うんですけどね。ということで今回は IKEA で購入したタオルスタンド、まあ、多くの方がですね、こんな感じで使われているようなんですが、今回はこのタオルスタンド、こちらをですね、キャンプ用ラックとして改造してみました。ただ単純にですね、ホームセンターで板をカットしてもらうだけなので、かなりですね、やりやすい DIY なんじゃないでしょうか。まあ、僕としてはですね、ファミリーキャンプ用として購入しましたが、当然ソロキャンプで使っても全く問題ないものなので、気になる方はですね、こういった改造してみてはいかがでしょうか。それでは